乃木坂46あのさ、架け橋って、いつ復帰するの？もうみんな忘れてない？覚えてるよ。実はスタッフとして働いてるんじゃね。一人だけアーシャ変わらないから悪い意味で目立ってる。ライブで走ったりするシーン減ったよね。普通に雨とか危ないし走っちゃうと見づらいからいらない。中西が工事中でしれっと登場して、バナナマンも何も触れなかったみたいに紛れ込んでるかもな。さあちゃんも大学4年だからそろそろ。リハビリの進み具合による。しない、給料払い続けるため口実として在籍させてるだけ。任務のステージから落ちて同じく顔面、手首、骨盤骨折した某アイドルは1年半で復帰した、それも大事故扱いだったが。6期と同時に帰ってこい。大学もう卒業した？そもそもブログに書かれていた怪我の内容が本当であるという根拠が何もない。なんですぐに救急車呼ばなかったんだろう。すぐに呼ばなかったって話はどこに出てるんだよ。2メートルって落馬と同じだよね。受け身も取れないアイドルが、と思うと命あるのさえもラッキー。またアイドルに復帰するとは思えないんだよな。休養期間がかなり長いし、6期生もほどなくして入ってくる。大学卒業年度でもう人生の新たなフェーズに移行してるのに、今さら乃木坂復帰してアイドルはない気がする。大学どこ行ってんだっけか。責任逃れの今野はふんぞり返ってたな。正しい裁きがあいつに下ることを願うよ。リハビリ中に加えて保険金の請求額がまだ確定してないからどうすることもできないんだ思う。頭打ったらめまいなどの後遺症があるし、首や腰だったら下半身麻痺などの後遺症も出る。怪我の内容が本当だとしたら、アイドルとして顔の損傷は致命傷になるかもしれないと思われるが。運営に過失があったとかで揉めているのは想像に難くない。ちゃんと覚えてるぞ。